はいどうも、高田元成です。この動画ではクイーンステークスのデータ分析を行っていきたいと思っております。今年は舞台が博多での1800メートルに変わるわけなんですけれども、やっぱ過去のね、データは大事だと僕は思っておりますので、このデータを足がかりに予想の参考に、そんな風になればと思っております。では最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、まずは一番人気馬の成績です。こちらをご覧ください。馬券内率にして 90% という非常に高い信頼度、そんなものが伺えるデータが出てきました。唯一馬券圏外に、なってしまった馬が1頭いたんですが、それがアドマイヤリードという馬でして、その馬は洋芝が初めてというね、そんな馬だったんですね。なので、洋芝経験のある一番人気馬、これに関しては馬券内率 100% という凄まじい信頼度の高いような数字が出てきました。それ以外の人気馬に注目してみますと、6番人気以下ですね、こちらに該当する馬が、3勝2着5回という、非常にね、その、妙味があるような、そんな成績を残しております。確かにその一番人気馬の高走率、これは極めて高いです。なんですが、その頭割れであったりとかね、2着の紐穴、そんなところまで目を向けてみますと、結構その波乱含みのレースというようなね、そんなような性質がこのデータから伺えます。はい、次でローテーションです。こちらをご覧ください。ここでは前走のクラス別、こちらに分けてみました。今 G1、G2、G3、そんな感じで分けたんですが、前走 G1 だった馬、これが6勝というふうにこのレースの中核を担う、そんなデータが出ております。でさらにその前走 G1 組を分類いたしますと、6勝中3勝、これが前走ビクトリアマイル、こちらから臨んだ馬に当てはまっておりました。やっぱこのレースとビクトリアマイル組の相性、ここはね、かなり見逃せないのではないでしょうか。で、今年の前走ビクトリアマイル組、これに該当する馬なんですが、マジックキャッスルであったりとか、まあ、テルセットとか、シゲルピンクダイヤ、このあたりがね、該当するというような感じになっております。まあ、いずれも実績十分でして、重賞連帯歴があるし、G1 での構想歴もある、そんな馬たちなんですが、ちょっと気になる点といたしましては、いずれも洋芝の経験がありません。先ほどちょっとね、アドマイヤリードの名前を出したんですけれども、やっぱそういったね、洋芝経験がないところで言うと、ちょっと、全幅の信頼を置くにはもしかしたら至らないのかもしれません。まあ、このあたりはまだね、ローテーションという項目ですので何とも言えないんですが、ビクトリアマイル組は確かにノーマークにはできないんですけれども、もうちょっとね、深掘りの必要があるのかなと、そんな風に思っております。はい、続いては血統です。こちらをご覧ください。4勝を挙げているのがドーザンダンサー系で、その後にサンデーサイレンス系が3勝。で、2勝がミスタープロスペクター系ということでね、ちょっとサンデーサイレンス系のシェアがちょっと意外とね、そうでもなかったな、というような、そんな感想を抱きました。特にそのノーザンダンサー系がね、非常に相性のいいような、そんなレースとなっておりますので、血統面ではね、そのノーザンダンサーの血を持つ馬、そこに注目してみるのも良いのかもしれません。まあ、ただ、母の父、こちらの方に目を向けてみますと、サンデーサイレンス系が4勝というね、まあ、これもいい成績を残しておりました。なんで、まあ、組み合わせといたしましては、父親がノーザンダンサー系、もしくはミスタープロスペクター系、で、母の父がサンデーサイレンス系、このね、カップリングがかなりいいのではないかなというような、そんなような血統データとなっております。で、まあ、今年の該当馬を見てみたところですね、まあ、フェアリーポルカとか、そのあたりが僕は気になりました。まあ、去年も参戦してね、その時はちょっと振るわない結果に終わってしまったんですが、まあ、血統という部分においてでね、かなり注目すべきような、そんな一頭だと考えております。はい、続いては年齢です。こちらをご覧ください。3歳から4歳、これに該当する馬が7勝を挙げております。本当牝馬のこの路線なんですけれども、基本的には若ければ若いほどいいみたいな、そんなようなね、クイーンステークスのデータとなっております。で、この中ではね、ちょっと4歳馬、こちらについて深掘りを行いたいと思っております。4歳馬なんですけれども、馬券内に入った馬12頭いるんですけれども、そのうちの9頭が、前走 G1 からの参戦だったんですね。先ほどちょっとローテーションのところで前走 G1 組の高走率の高さみたいな、そんなところに触れたんですが、年齢を掛け算することによって、さらにね、その傾向が顕著になったという、そんなデータとなっております。で、まあ、今年の該当馬なんですが、それこそビクトリアマイルから臨む、先ほど申し上げましたマジックキャッスルですとか、テルセットとかね、そのあたりが該当いたします。まあそうですね、この2頭の比較っていうところになってしまうんですが、まあ、今回の距離がね、1800m というところを考えますと、1008の経験のあるテルセット、これがちょっとルメールジョッキーが騎乗予定というところもありますので、ちょっと巻き返しがあってもいいような、そんな一頭だと考えております。はい、続いては騎手別で調べたいと思います。こちらをご覧ください。ちょっとパッと見て気がつくのが、いわゆる北海道競馬の北海道シリーズであまり縁のないような騎手。これがね、意外と勝っているなというふうな僕は印象を受けたんですね。例えばその福永ジョッキーであったりとか、川田ジョッキーとか。
戸崎ジョッキー、海老名ジョッキーとかもね、海老名ジョッキー勝ってはいないんですが、好成績がね、残しているというところもありますので、結構その、例えばこの馬のために北海道に来ましたみたいな、そんなような騎手にね、かなり注目してみると僕はいいと、そんな風に思っております。で、まあ今年の該当馬なんですが、まあこの中で言うとね、やっぱマジックキャッスルになるんですかね。まあ戸崎ジョッキー、基本的には関東のジョッキーですし、夏競馬も新潟だったり福島だったり、いわゆるそっちの関東圏というかそっちの方が基本的にメインという風になっております。また今回参戦をするということですし、過去にはね、アイムユアーズという馬でこのレースを制しておりました。まさにそのアイムユアーズのために北海道に行ってその一鞍をものにしたという、そんなバックボーンがありますので、当時のね、再現があってもおかしくないと僕はそんな風に思っております。はい、続いて所属別のデータです。こちらをご覧ください。関西馬がいいですね。これ、7勝というふうに成績もリードしておりますし、それこそ1着から3着を占める、そんなような年もね、珍しくありません。まあ、基本的には関西馬優勢、これで捉えて僕はいいと思っております。今年の該当馬、何頭かいるんですけれども、ここはちょっと人気馬との比較で見てみたいと思っております。例えばそのマジックキャッスルであったりとか、テルセット、このあたりが関東馬なんですね。やっぱそう考えた時に人気の反対にいるところが関西馬ということちょっとねあまり近年見られにくいようなそんなようなデータも出ておりますので今年に関してはその関西馬の激走というところですね例えば人気がないようなところから何か穴目を見つけたいそんなところを関西馬に託したいのかなとそんな風にも思っております。はい、続いて枠順別の成績です。こちらをご覧ください。まあ、勝ち数でいうとね、その内枠だろうが外枠だろうが真ん中だろうが、割とね、そのまんべんなく出ているような、僕はそんな印象を受けました。ただですね、これ、好走率というところに目を向けてみますと、1枠を引いた馬、これが馬券内率 40%、で、2枠、これがですね、馬券内率 60%、ちょっと圧倒的ですね、これ、びっくりしました、正直。でまあ、その内訳を見てみましても、例えば9番人気で勝った馬ですとか、11番人気で勝った馬、そんな馬もね、内訳から出ておりますので、まあ、今年ちょっとね、舞台が函館ということもあるので、なんとも言いにくいところではあるんですが、まあ、過去の傾向だけで言えば、内訳有利という、そんなところもね、注目してみてはいかがでしょうか。はい、続いては客室別の成績です。こちらをご覧ください。先行馬ですね、先行した馬が5勝を挙げておりまして、まあ、小回りの 1800m らしい結果、そんなものがデータから伺えます。またちょっと逃げ馬に関してはね、あまりよろしくないというのがこのね、クイーンステークスの特徴かなというふうにも僕は思っております。まあ成績で言うと1009、まあ1個ね、勝ってはいるんですが、基本的には凡走がちょっと目立つような、そんな傾向が伺えます。で、まあ逃げ馬が不振ということは、その反面差し馬が決まりやすい、そんなところもね、割とあるんですね。確かに勝ち切るのは先行馬、これは多いんですが、2着とか3着とか、そういった穴のところに飛び込んでくるのが上がり3波の最速馬、これがね、割と多くなっております。まあ、上がり3波の最速馬の成績で言いますと、1622、馬券内率 81.8%、その中で言うとね、例えば6番人気以下、結構人気ないような6番人気以下が、6頭ほど激走をしておりました。やっぱ人気薄で言うと差し馬を狙いたい、そんなようなね、傾向がこの客室のところから伺いました。で最後にですね、今回出走する馬の 80% データと 0% データ、この2つをちょっとご紹介をさせてください。まず 80% データに該当する馬なんですが、これはマジックキャッスル、この馬に該当いたします。ですね、前年の秋華賞連帯馬、要は1着か2着ですね、これに該当した馬というのが2021、馬券内率 80% という数字を叩き出しておりました。これちょっと理由に関しては何とも言いにくいところなんですが、まずその該当馬なんですが、例えばディアドラとか、ミッキーチャームとかが勝利を収めまして、スマートレイヤーという馬も3着に入ったんですが、当時洋芝経験が全くないような、そんなね、客室的にも当時だいぶ危ういようなね、そんな感じでもあったんですが、きっちり馬券内は確保しておりました。今理由に関してなんですが、まあ、秋華賞というのがね、京都内回りコース、ここで施行をされます。で、クイーンステークスに関しても、まあ、内回りコースの芝 1800m 平坦コース、まあ、この2つというところがね、もしかしたら相性という意味でマッチングを生み出しているそうなのかもしれません。それとさっき申し上げました、客室のところですね、上がり3波の最速馬が結構高走するという、そんなデータがあったんですが、秋華賞もね、また結構流れがきつくなって、最後直線一気で突っ込んでくるみたいな、そんな光景がね、割と多く見られております。やっぱそういった相関性がね、伺えるようなコースなのかなという、今年ちょっとね、舞台が何とも言えないところなんですが、まあ、そういったところで踏まえると、今回のマジックキャッスル、まあ、人気に、ね、なってしまうとは思うんですけれども、データの上では結構注目していいような、そんな一頭だと考えております。
続いて 0% データ、こちらの方もご紹介をさせてください。ですね、シャムロックヒル、前走マーメイドステークスをね、人気薄で勝った馬なんですが、その前走マーメイドステークスの勝ち馬、これが、0005馬券内率 0% というデータとなっておりました。本当鬼門という言わざるを得ないようなそんな状況でして、例えばマルセリーナとか、マキシマムドパリというね、共に3歳クラシック3歳の G1 で、馬券内があった2頭すら馬券圏外でした。もっと言いますと、前走芝 2000m 勝った馬、ここという括りであっても、0009とね、本当距離短縮馬を全く受け付けないようなそんなコース形態でもありますので、ちょっとシャムロックヒルの連続コースをデータ上は難しいのかもしれません。はい、以上でクイーンステークスのデータ分析は終了となります。いろんなデータがあったんですけれども、やっぱ年齢のところがね、僕はかなり今年は大事なのかなと、そんな風にも思っております。まあ、今年コース形態がね、函館に変わるというところですので、枠順と、そうですね、客室に関してはもしかしたら3種高程度というところで留めた方がいいのかもしれません。ただですね、その年齢であったりとかローテーション、このあたりはさほど変わらないで、変わらないことになっておりますので、まあそのあたりを中心にしつつ、予想の役に立っていただければ、そんな風に思っております。何かね、こう役立ったとか、そんなことがあればチャンネル登録などしていただければ非常に嬉しく思っております。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。